どうも皆さん、こんにちは。ヨゴマクスです。今日はですね、こんな時間なんですけども、お知らせということで、ヨゴマクスからお知らせということでね、動画を、投稿させていただきました。お知らせといっても、お知らせですね。とりあえず報告動画です。なんと僕 N ゲージのレイアウト巨大、僕にとったら巨大なんですけど、N ゲージの今まで僕が作ったことがない巨大レイアウトが完成しました。で、自分もプラレールをやめてから、僕まだ N ゲージをねやり始めたんですけど、やっぱり N ゲージの方がいいですね。確かにスケールは小さいんですけど、リアルだし運転できることが楽しいですよね。なんで N ゲージに変わったっていうことなんですけど、今回はレイアウトの紹介みたいな感じでやっていきますって、お知らせ動画、タイトルやっぱ違う、どうしようかな。ちょっとまだ俺撮ってるので投稿はしてないじゃないですか。撮ってる時って言ってることが意味わかんない。なんつったんだ自分。とにかく関係ないです。今の言ったことは気にしないでくださいすいません、なんかごちゃごちゃになりました。今回はね、お知らせ動画ですね。 N ゲージのレイアウト完成動画ですね。で、今回はとりあえず試運転はしよっか、ちょっと今悩んでるんですけど、とりあえずレイアウトが完成しました。で、どのようなレイアウトになったかというとですね、まず、メインのものはこの駅ですね。ちょっとすいません、この屋根が邪魔ですね。ちょっと屋根、今後リアルにはもっと橋脚じゃねえや、なんだっけ、いいや、なんか欲しいんですけど、いいや、今はお金がないんでね。まず、2面4線駅ですね。2面ホームがあって、で4番線まであるということですね。まだ僕がね、お金がないせいで、こっち電動でなんですけど、内側がですね、手動ポイントになってます。これもそのうちお金貯めて電動化っていうか、電動ポイント買いたいです。今んとこね、実は内側の線路、走れるんですけど、まだ、内側のやつ、掃除してないんで、うまく走るかわかんないんですけど、外側はとりあえず、うまく走りました。で、外側に貨物のね、これ後ろクリーニングカーがいるんですけど、僕の大好きな E217 系の、電源つけっぱだった。消えちゃったよ。動いた。E217 の湘南色がここに止まってます。でですね、まず、駅を出発しますと、これちょっとお気づきだと思いますが、少し段になってます。ちょっと効果的な感じですね。で、まずここを当たって、で、右カーブして、実は見えるか分かりませんけど、ここずっと真っ暗なんですけど、見えますかね、この先で、かすかに右カーブをしてるんですよ。かすかにって。見えますかね、右に曲がってんですよ。で、その裏、ベッドのこの裏ですね。見えないかな、全然見えませんね。実はこう直線になってて、で、本のトンネルになってて、で、ここから出てくるということですね。で、僕のこのレイアウトの特徴としては、この S字カーブっていうのか、言うのかな。ここ S、ちょい S 字。このアングルが最高だと思います。これ。バシバシこのアングルで撮りたいですね、今後。で、駅に戻ってくるという、コースです。試しにじゃあ、試運転してみたいと思います。やっぱり。ではね、走らせていきましょう。急に走っちゃった。ちょっと調子悪いな。ちょっとね、クリーニングもっとしないとダメっぽいです。そのうちここトンネルにします。じゃあ今度 S 字から出てくるところをご覧ください。
どうでしょう、このアングル。続いてこのトンネルから出てくるシーンじゃねえや、アングルからご覧ください。おお、来た。ちょっとチカチカしてますけどね。まあちょっと低速もちゃんといきます。滑らかで結構こんな感じですね。まあそのうちどん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 ね、車両、まあ車両僕全然持ってないんですけど、まあ、僕今のところ113系とあと103系ですね。結構前に鉄道ファンで応募で当たったんですよ。いつだかちょっと動画アップするの忘れちゃったんですけど、動画撮ってないんですよ、しかも確かで。まあ鉄道ファンで当たった103系と113とこいつしかまだ持ってないですよ。あと鉄コレのまあちょっとなんですけど、そのうちはもう本当にお金貯めてですね、中央線の E233 系、僕の大好きな E233 系とか買いたいと思ってます。それでは今回はレイアウト完成したので、今度時間があった時はまたレイアウトのね総合、まあ、動画をアップします。ではご視聴ありがとうございました。